カズトくんのやだやだやだ。どうカズトくん気になった気になるでしょ。やっぱり気になった。急に言いたくなるときない？なんかないよ。えないよ。ないのって、うん、ほんまお前って人間を忘れたな。何人間を忘れたんだよ。人間味がどんどん安田家って、うん、はい、なくなっていってるよな。ちょちょ、もともとないもんつってなんて。だからなくしたわけじゃないからです。でも、うん、家ではすごく人間味を出すタイプだと俺は思ってる。このツートップ安田家龍二、はい、この二人はなんか、はいはいはい、うん、チームカジサックの時はロボットぶってるけど、うん、本当は実は、うん、一番人間じゃないか説あるよな。そうですね。ああ、うん、見してくれないよね。そういうつってとか本当は言ってるんだろ、うん、言いたいんだろ。言いたくないし、別にロボットでもないしな。はい。その。いや、チームカジサックにいるときはロボットみたいになってるやん、なんか。いてぇキャ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 いてぇキャ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 みたいなせえへんやん。仕事だからね。なんか。なんかその、はいはい、勘違いしてるチームメンバー何人かいますけど、うんうん、仕事でやってっからこっちは、はいはいはい、これめっちゃ言えへん。安武さんめっちゃ言います、うん、そういうとこもちょっとロボットよな、うん、なんか何がそのし、まあ、仕事、いや言っちゃえば仕事やで、うんうん、言うてしまえば仕事やけど、うん、そう見せないのも仕事やんっていう俺の意見。ああ、なるほどなるほど。やっぱ俺は言うてチームとか言うてやってて、うん、いやいや無駄な時間多いもんだってロボット。もうプログラムされてるのか。そういうとこあるやん。何が？え？いや別につまんなそうにしてるとかじゃないじゃないですか。余計なことはしないっていうだけで、で別に雑談もするしな、はい、いやでもこれあれせっかくだからじゃあこんな話するけど、はいはいはい、安武ってまあお前に俺芸人の時も言ってるけど、はいはい、弱点あってつまんなさそうに見えんのよな。そんなことない、安武って。あ、まあでもそうっすね。せやろ、はいはい、何にもそんなつまんない感じじゃないねんけど、うんうん、はいはい、余計なことをしないっていう顔が、はい、なんか、クローズとかに出てきそうな。めっちゃ怖いじゃん。めっちゃ怖いじゃん。いやでも、どうこれどう腹割ってやん。クローズ、いや、クローズの例えが合ってるか分からへんけど、はいはい、ちょっと怒ってんのかなみたいな空気感ない、うんうん、それで言うとひょっとしたら俺もあるかもしれんし聞きたい。あ、うん、俺も言うたかでこんなんずっと騒いではないやん、はいはいはい、それぞれ、うん、まあ、常で言うたら眠そうやん、うん、ああなるほどなるほど。その別に何も意識してない部分で言うと、で龍二は普通なのよ、うんうんうん、何にももう無、はい、確かに。安武は、うん、なんかちょっと機嫌悪そうみたいな感じがあると思うんだけど、俺ってどうなん？かわいい、かわいい。いやいやいや、全然かわいくない。オンじゃないとき全然かわいくないよ。かわいげは？いや、かわいげはないんです。ないんですけど。ないんですけど。かわいげないですか？すいませんね、途中で遮っちゃったから、ね。でも、怖いとかはないでしょ？怖い。普通の時は、いや、怖いはないですけど。安武特有のやつあるやん、なんか。あ、わかります、わかります。わかるやんな。はい、わかります。安武、じゃ、いや、安武、そうですね。みたいな空気があんねん、お前。へぇ。うん、で、喋り出したら安武になるの。はいはいはい。喋る前は安武、はい。で、前のね、なんかちょっと動画で言われてたやつもそうっすもんね。あ、そう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 。はいはい、あの時めっちゃ怖かった、はいはい、6周年の時の告知かなんかの時にコメント欄結構来てたけど、うん、あれまさにそうやな。お前全然そんなことないけど、うん、あの時、安武、怖いってなってる感じが。なってる感じが。そう。うん、俺は可愛い。可愛くない。ちっちゃいだけで。可愛くない？可愛いやんじゃん。ちっちゃかったら。でかかったらやばかったよ。175あったら俺より広かったよ、カズサックは。じゃあそんな話どうだっていいんですか？すいませんね。自己紹介もしてなかったから、俺が最近しちゃったから。僕が釣ってとか言ったから。はいはいはい、失礼しました。カズサックつって。いや、先です。つねつって。リュウジつって。よろしくお願いします。つってじゃないのよ。え、いいの言わなくて、そんなの。言わなくてよかった。いいの。よしとみがね、はい、引っ越しのね、はい、あれで忙しいらしい。忙しい。なんかブログとかでちょこちょこ見るけど、はいはい、なんかおしゃれになってそうな感じがするよね。こだわりそうやもんな。うん、あいつ、なんか、木置いたりとか、なんや置いたりとかでね、ちょっと今日はこのメンバーでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、軽く振っちゃいまーす。うーわ、奥行った。トンボ！はい。なので、はい、じゃあ、常が、トンボになりきって、はい、
やってくれると思いますんで、そうですね、はい、じゃあトモさんお願いします、はい、どうもおいらトンボですおいらトンボ最近なんかあったの？あ、最近あのキャンプ行くのめんどくせえなーなんてえなってきちゃいまして、あんなにグッズ買ったのに、いやいや、あれ嘘なんですよ。嘘なん？嘘なんすよ。ずっと言ってたよ、もうこの何年間も、はい、そうやっていじったら、いや好きは好きだ言ってたけど、うん、いやなんかキャラつけてえなって、あ、キャラつけて自分の中でキャラクターが何か必要やった時に、うん、成金クソキャンパーっていうキャラを自分から作ってたってこと？そうなんすよ。だからあれ言われるの嬉しいんすよ。あ、嬉しかったんだ。成金クソキャンパーって。うわ。それ言って大丈夫なの？そういうのってやっぱブランディングというかさ、うん、その、あんまり言わん方が良かったんじゃない？いや、ちょっともうめんどくさくなってきちゃって。あ、そうなの、うん、どうすんの？ギアとかめっちゃ買ってたけど。うん、いや、もう全部捨てちゃいますよ。山中湖に全部捨てちゃった。山中湖に全部捨てちゃったあかんよ。ダメだよ。どうしたお前。じゃあ逆に、今ハマってるもんあったりすんの？あ、今？うん。今あるよ。あ、な、なになに？今スリッパだよ。スリッパにハマってんの？あったかいスリッパ、いいよね。何それ。冬だから？え、どんもあんまり、スリッパ履いてるイメージないけどな。あ、でも、あの、ゾウリ顔って言われるじゃん。まあ、確かに、あの、ゾウリムシみたいな顔してるってな、ちょこちょこ言われたり言われなかったりするけど、まあ、それでハマったそうなんだよ。え、そ、喉、壊れ変じゃないだって、そんな、言われて嫌なことでハマるって逆に。いや、俺言われて嬉しいんだよね。あ、嬉しいの？うん。あ、その、なんか、なりきんクソキャンパーとか、うん、そういう悪い感じで言われるの嬉しいよね。そうなんだよね。変だね、なんかね。あ、そうなんや。そっちの方が美味しいじゃん。ああ、そういう意味でね。うん、稼げるし、多分そっちの方が。稼げるとか言わない方がいいよ。あんま今はええな。どうしたお前、今日調子悪いな、なんか。調子いいだろうが。そういうのどっちかって言ったら隠すタイプやんか、トンボってさ。もともとそういうのをあんまりやらしく見えないように立ち振る舞うのが俺トンボや思ったけど。そうそうそう。いや、もう俺も変わるんだよね。あ、そう。冬だし。もう冬だし。冬だし。稼いでんのじゃ。稼いでるよ。稼いでんの？稼いだよ。今日のトンボなんか全部言ってくれそうやから。そうですね。聞いちゃおうか。うん。え、先月の給料何ぼやったの？先月の給料、7、あ、いくらだったかな。あ、思い出して、思い出して。ちょっと待って待って、ごめん。思い出して、思い出して。ちょっと待ってね。うん、思い出して、計算しろ、いろいろ計算しろ。800万だじゃがすいてた。じゃがすいてたやん、800万、ごめん。そんな普段言えへんのに。うん、なんか他でも俺仕事してるからさ。あ、うん、そういうのギャラがいいんだ、うん。最近新しく決まった仕事とかあんの？あ、あるよ。あ、あんの、うん、もし差し支えなかったら教えてもらってもいい？うん、番組？番組ってことかな？テレビか、イベントかもしれないし、わかんない。ひょっとしたらサッカーとは全く別のやつもかもしれない。そうだよね。うん。そうだよね。米？米？米？うん。お米？米を食べる仕事があって。バカみたいな。米を食べる仕事。俺米好きじゃん。ご飯大好き。そういうことね、うん。うん。なんか、うちでも食べてくれないっていうオファーが、うん、あれ、それなんか他のチャンネルとかってテレビとかどういうやつなんですか？いや、なんかプライベートで。プライベートで？プライベートで、うん、うちでもご飯食べてくんない？で、金もらってんの、それで。あ、そうなの？いいの、それ。それダメなやつじゃないの。なんで？お前！おい！すなやんけ、お前！なん、ああなんかおかしいなと思ってたら。バレたか！トンボさんの真似をしたツネでした。やめてくれよお前、びっくりして、まあ、俺も気づかんかった、こっちも悪いけどな。隣におったかな、トンボ。えいた。ごめんな、トンボ。うえ何どうなの最近、トンボ、これおでおでいや、ずっと休んでてな、今1ヶ月で。今日たまたま来てくれたよ、これ。うん。うん。休みどうよ。
休み満喫してるよ。主に何してんの休み中。主に縄跳びしてる。かわいい。かわいい。夏休みの小学生みたい。主に縄跳びしてんのかいな。縄跳びしてる。ええ休みちゃうのそれ。いやもういい休みをいただいて。ありがとうございます。常龍二、はい、ありがとう。ありがとうございます。たまにはね、こんなんもどうかなと思って。龍二、はい、面白いね、やっぱ。龍二おもろいんですよ。ずるいですよね、龍二。龍二はね、いろいろとずるいんですよ。こ、うんね、ちゃんも含めて。うん、面白い。いろいろと ね、彼はね、うん、いいんですよ。いいですね。本当に。縄跳び面白かったです。ありがとうございます。はい、質問いきましょうか。質問いきます、ね。トンボの話は結構もう聞けたんで、はい、そうですね。キャンプがとにかく、好きじゃなかったっていうことと、はい、最近ハマってるのがスリッパ。はい、あと、先月の給料が800万。はい、で、休みの日は基本縄跳びしてた。はい、あ、いろいろともうパーソナルな情報もいただいたので、はいはい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、屋根裏ネーム、ドレミスさんです。ドレミスさん。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんは、普段話題にはあまり触れないような学生の頃の過去の栄光話はありますか？私は今でこそ賢いとは程遠いですが、中学の頃は内申点が42だったことがあると話したら旦那に驚かれました。はあ、栄光。なんすか、自慢できることってこと？そうですね。内申はどういうことだよ。内申点42ってなんか何？いや、わかんないです。あれ？あれ偏差値のことじゃないですか。いや違うんだよ。いや違うと思う。偏差値42だったら別にその安武、お前周り見ろよ。え、お前が一番だろそういうの。何がすか。誰たちに聞いてんだよ。いやいやいや、お前が分かんなかったら分かんないよ。龍二だってこんなぶってるけどそこそこアホやで。いや内心はだからその推薦とかそういうことに関わることじゃないですか。だから龍二とか、うん、あ、受験のやつだからそういうのあんのかなと思って。親に任してるから。そっか、僕も全然わかんない。どういうことなんやろうね。内申、内申点だもん。聞いたことある俺でも。あるんすか。聞いたことある。まあまだかその平均なんかね、うん、でもすごいってことなんじゃないの。すごいってことですよね多分ね、うん、42って。だ要は自慢みたいなこと。はい。あんまり言ってないような学生の頃の過去の栄光。あー、あんまり言ってないことか。俺職業柄。基本言ってるとは思うねんな。自慢できるようなことでしょ、うん、まあちょっとすごいみたいな。うん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 。なんやろうな。だろう。ありますか。僕、うん、高校生の時に、はい、学校内のマラソン大会で1位になったことが、うん、マジ？おー、すごっ。え、お前そのマラソンできんのそんなに。僕は持久力はありますね。あ、すごい。そうなんや。はい。何キロ？何キロだ。でもそんな長くないですよ。うん。10あるかないかぐらいと思うんですけど。10キロぐらいな、大体な。はい、用意、スタートで、うん、受けると思って、うん、猛ダッシュしたんですよ。最初に。はい。まあ、要は、はい、赤坂ミニマラソンでもよくある団長さんとかがやるやつのノリやな。はい、うん。ぐわーって走って、うん、そのまま1位でゴールしました。すごっ。一番面白いやつやん。はい。で、誰からも突っ込まれへんかったん？突っ込まれたん、ちゃんと。いや、友達は見てて笑ってました。うん、なんでお前が1位で帰ってくるんだっつって。あ、ちゃんとお笑いできてる。はい。で、しかも途中で俺抜かれたりしてるの抜き返してんすよ。すごいねや。あれ、なんかいけるなと思って。あれあるもんね、はい、何やったっけ、筋肉でチキンと速筋ってある。あ、はあはあ、あとスポーツ心臓とか、はい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 、スポーツ心臓なんひょっとして。僕はどうなんですか、測ったことないの。そういうのは分かんない。西野マジすごいからね、マラソン速いのはもう有名やと思うけど、うん、そのチキンプラス、はい、スポーツ心臓って知ってる？知らないです。リュウジ知ってます。心拍数が人よりも遅いの、はい、確かちゃうかったっけ。そうですね。なあ、はい、例えば普通のテンポが心拍が、はい、やったとしたら、うん、スポーツの人は、はい、ちょっと遅い。こんなことで、うん、もうちょっと分かりやすくできたらしい。じゃあ、いくね、はいはい、普通の人が、はい、はい、ね、はい、スポーツが、はい、一緒やん。一緒。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと汚してしまってるんですけど、
あんのよ、スポーツ心臓っていうのが。多分ひょっとしたらそれなんかもしれない、安田が。なんか、うんうんうん、まあそういう些細だね。表に。だから、リュウジで言ったらさ、はい、剣道は全国行ってるんだっけ。そうですね。インターハイ出てるから。ね、うん、すごい、それすごいもんな。で、それ言ってないこと。でもそれ言ってるしね、すごいことだもんね。だから剣で優勝したってこと？あ、でも一個、うん、剣道の大会で言うと、うん、なんか、剣道って一人ずつ戦っていくんですけど、一、うんうん、番目が戦ったら次二番目同士が戦う。あ、団体戦？はい。あ、はいはい。なんですけど、うん、その、大会によっては勝ち抜きって言って、勝ったら次の、ああ、なるほどね。やっていく。うん、先方が、先方通したら時報行って、中堅行ってみたいな。そうですね、勝ち続ける。先方で勝ち続けるっていうルールもあんねや。はい。うんうん、大会の時に、2試合連続こう10人全員抜いたことある。すごい。かっこいい。地方中堅っていうの何あれ、うん、中堅副将大将。副将大将を倒した後も、次の試合の先方から大将まで。すごい。すごい。それさ、なんでリュウジが先方やったの？それも作戦ですね、そういう大会の。その中でも作戦ってことは、リュウジいかつい強いから、お前先方で全部行ってこいみたいな勢いってこと？まあ、多分そういう作戦。めっちゃかっこええやん。楽しかったです、その時は。すごい。それで言うと、まあ、俺もこれ動画で言ってるか、はい。俺剣道優勝してるからね。ああ、はい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 。剣道？あ、そう、常現場おらんかったか。はい。常だと動画見えへんしな。剣道のうちの高校でちょこちょこそういう何、はい、体育の延長で大会すんのよ。はいはい。卓球とか。はい。あと剣道とか。うん、でうち剣道部があったから、はいはい、剣道もやってんけど、うん、その剣道部と決勝戦で当たって勝って俺優勝したんです。すごー。そう。もう、俺、もう一回じゃあ改めて言わして、うん。俺身体能力すごいのよ。今もう44歳になって思ったからちょっとあれやけど、はいはい、俺高校の時の俺マジでやばかったから、うん、これもちょこちょこ言ってるけど、はいはい、5メーターぐらいの壁登れてたから俺、うん、壁走ってたよ俺それで西野がコンビ組もうと思ったらしいからそう垂直のまっすぐの壁を走ってたの俺すごいな。だから剣道も、うんうん、多分なんやかんやその記憶そこまでないけど、うん、なかなかの勝ち方した記憶あんの俺。なるほど、こういう風にやったらできるっていうのが分かるんですね。そう、あの見よう、あの運動能力高い人間って見よう見まねができるのよ、うん、はいはいはい。った時に剣道の大会があるってなったから、うん、ちょっと剣道上手い人間のやつを見てるだけで、うん、あ、こうやって動いたらこうなんねや、うん、はいはいはい、だってルールもよく分かってないけど、うん、それでもどんどん覚えていって、はい、なんやったら1回戦、2回戦、3回戦ぐらいで仕上がった感じ。はー、なるほど。そう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 。俺ちなみに卓球も優勝してます、俺。すごい卓球部員のに。はい。高校の球技大会で、すごい卓球も倒して俺優勝して。すごいな。いっぱいあります、自身。すごい。あと、そこそこモテてました。まあね、まあスポーツできる人はモテますしね。小学校の時ね。うん、高校は俺もあの男子校だったんでモテるとかなかったですけど、小学校の時そこそこモテてました。なぜなら、うん、足が速かったです。出た、やっぱ小学校はね、これ時代です。これ定番ですね。これ定番中の定番なんですけども、うんうん、運動会完全なるヒーローでした、うんうんうん、裸足で走ってましたね。はいはいはい。でも結構そういうのも言ってると思うから、俺結構言ってるかもね。まあね、仕事柄。なんかかっこいいのがええな、自慢したいんやったら。いや、でも全部かっこいいんですか、今の。いや、もっとなんか男っぽいさ。うん。なんか10対1で喧嘩して、ギリギリ負けたとか。負けたんか。でもギリギリな。かっこよくない？いや、かっこよくない。勝ったってなったらさ、ちょっと嘘っぽいやん。うん。1対10でギリギリ負けた。喧嘩自体がかっこよくないからさ。ダセ喧嘩って。喧嘩ダサいな。喧嘩で言うと。喧嘩で言うの喧嘩できた。喧嘩で言うと。うん、今まで、うん、その友達と遊んでて、うん、なんか理由があって僕が帰った後、うんうん、その友達とかが他の学校のやつだと喧嘩する。うん、また別のことがあって、うん、僕がさっきまで一緒にいたのに帰った後、そこでまたどっかで喧嘩してる。全部切り抜けてこれてんすよ、俺。はぁ、いや、でもちょっとそれは。なぜか。すごいな。はい。別に計算でも何でもなくて。全く計算でもなく。今日揉め事が起こりそうやから帰っとこうとかではなくて。なく。
たまたま、はい、もう眠たいから帰ろうとか、そういうなんか理由があったとして帰ったら、喧嘩が行われてた。そうなんですよ。はぁ、これまあ東京育ちもあるとは思うねんけどさ、はい、一時期の俺らの世代、まあ、つまりちょっと俺よりしたいけど、はい、ほんまに漫画みたいに喧嘩してたからな。うん、なかったチーマーって言うやん、東京。はい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 。うん、僕が、本当に中学生、まあ、小学生ぐらいの頃から喧嘩するやつらダセえなと思ってたんで、うん、触れてこなかったんですよね。あ、そうか。その殴ってつなんかかっこいい意味が分かんなかったんで。それが一番ええよ、うん、言うてさ、やっぱ大阪って結構ね、うん、お盛んやったりするやん、うん、で多分常も、うん、常が悪かったとか、うん、俺が悪かったとかではなくて、うん、多分友達が悪かったと思うね、うん、あ、もうエリア的にもうそういうでしょ、はいはい、俺もそうやって、うん、だから別に俺は悪くないけど周りの友達が悪い、うん、でも俺らね、お笑い好きやから、はい、こうふざけたりしてだからおもろいから仲良くなるやん、うん、巻き込まれたことあんのよ、だから、うん、もうベタなやつとかも俺あるで、そのあのデパートにおってで、うん、1階の何ご飯食べるところとかで、はいはい、まあ、集まってさ、はい、マクドナルド買ってくっちゃべってたら、うんうん、なんか横の隣町 の、はい、その暴走族が、そう俺と一緒に飯食ってる友達がすごい悪い子やって、はいはい、そいつを借りに来る言うて、マジで50台ぐらいのバイクでそのデパートに突っ込んできて、うわ怖っ、やってまーらーってブーンスワーって50台来て、逃げろーっつって俺、ほんまに。漫画じゃん。もう漫画。クローズじゃん。一番足早いから、俺。もう誰よりもスピード早く行って、もうガチで、上、なんか、あるやん、あれ、なんちゅうの、木がブワーってなってる細かい木がさ、はい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 、その道路の横とかにあるような、はい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 、花壇みたいな、はいはいはい。で、緑色の木でブワーって、はいはいはい、そこに俺思いっきりジャンプして、はい、中で隠れたりとか。へ、え、ぇ、ー。してた、ほんまに。妹ってたんすか物心の中で。妹ってたよ。妹、マジでマジで。ほんまにジャンプして、ズドンって。いや、マジで。ポートナイト。で、その目の前を、あれこらーつって、ええー、俺も震えて、イモリながら、バレるな、バレるな、バレるな、つって。おろ。でも、えぐかったで、捕まった子たちとかも。うん、バイクって、でなんか踏みつけられたとか、バイクで踏みつけられた。要はそのなんていうの、引かれてるじゃん。そうそうそう、はいはいはい、横にこうドンってバイク倒して、ああ、なるほどなるほど。あのエンジンあるやん。はいはいはい。あれ熱いから。熱々のところをもう怖い話やけど、それをつけるために、はい、ドンってバイク倒して寝かしてとかやられとった友達。怖、怖。大やけどやんか、だから。っていうのは、あ、でもそんなん。あったよな、大阪って。いや、まあそういうのはいろいろあると思います。でもそういうのを、まあもう僕だから溜まってこなかったんですよ。だからなんか避けてこれたんや。はい、俺しばかれたことあるもん、余裕で。へえ。そのあいつなんやねんみたいな、ようよう見てるとあいつなんやみたいな。その要は悪いやつが結構おるねんけど、はいはいはい、俺は悪くないやん、はいはいはい、なんかにぎやかしみたいなって、はいはいはい、多分だんだん気になってたよね、はいはい、あいつはあの町のあれやろ、はい、あいつはあの町のあれで、うん、はい、あ、その側近か、うん、あいつなんやってなって、俺しばかれたことあるで、それはもうバイクがうわーじゃなくて、うん、普通にしばかれた、へ、裏連れて行かれて、へ、普通にしばかれた。ないの、リュウジ、そういう。徳島はどうなん。いや、全くなかったですね。僕の友達周りもなかったです、喧嘩とかも。徳島ってどうなん、暴走族とかおった、あ、でも時代的にあれか。そうかもしれないですね。あ、でも田舎ってなんかいるイメージがあるよ。ありますね、うん。そうですね。隣の中学校は結構そういうの聞いたんですけど、うん、僕の周りは全然そういうのなかったですね。喧嘩とかしたことない？殴り合いとかですか、うん、はないですね。強そうよな、でも。強そう。喧嘩はでもそうですね。でもそういう男ってそういう話好きやったりするやん。うん、結局喧嘩最強って何やみたいなことの話、はいはいはい、せんかったよ。あ、安酒だからせえへんのか、うん、そういうの。うん、そういうのせんかった。最強とは何やとかそういう話はしないですね。あ、そう。俺はようしててんけど、はい、やっぱり柔道じゃないっていう。ああ、そういうことか。そう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 。ってなんのよ。はいはいはい。でも、羽飛びの時に塚地さんが、はい、羽飛びの時でもそんな話になった時に、はい、塚地さんが違う。え、なんすかって。一番は剣道っていうね。ああ。その武器さえあれば。うん、ありますよね。うん。なんて言うんだっけ、なんか剣道ね。
はい、サンバイダーみたいななんかあるよ、なんかね、棒みたいなの持たしたら、うん、他の武道の何倍か強くなるみたいな用語なんかありますよね、うん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 、サンバイダーとか言うねや、サンバイダーじゃなくてダンみたいな、なんで急に英語出てくるんですか、サンバイザーみたいなって覚えてないから、ちょっと、ま、何枚だ何枚だ強そう何枚だいやでもほんまに言うてた塚地さん、うんうんうん、もう棒があれば、はいはい、まあ、バットでもいいんだけど、ええ、もうどんな柔道でも相撲でも、はい、ボクサーでも何でも剣道の達人には絶対勝てない、その感覚は分かんの龍二は。確かに棒があれば確かにいける、いける気はしますね、いける気はする、はい、ああなるほどな、剣道かっこいいよな、うん、剣道ってかっこいい、武道かっこいい、武道、はい、やっときたかった空手とか剣道ちょっとやってたんですよ僕でも、そすけ嘘ですけど目入らんかったやろね、どういうこと目入らんかった、顔長いからどんな、そろそろ、どんな顔長いの、そろそろ俺あの常顔長いっていじっていこうかないや顔長いよ僕ずっと昔から言われてますよ、顔長いんかな、顔長いですよ、細長いのか、はい、顔長い長い、うーん、余計またこれパイナップルで、はい、あね、目立ってますけどね、自分でも思いますもん、顔長いなって、より一層やな、はい、他ないの自慢でき、これおもろいやん、自慢できる面白い面白い、学生時代の、いやめっちゃくだらないことでもいいですよね、くだらないことでもいい、うん、全然くだらないこと、なんかこれちょっと話違うかもしれないですけど、うん、僕の学校に銅像があるんですよ、うん、おお、それは歴史上の人物的な、でではなく、うん、なんか中庭に、うん、ちょっとした、なんとかの泉的な、うんうんうん、あって、そこの前に銅像が立ってるんですけど、うんうん、それこう今になって振り返って分かったのが、うん、その銅像が肘出してるっていう。ほんま？ほんまに。え、どういう形で肘出してんの？いや、多分こういう。いやいや、ラジオや、ラジオや。こういうやべえ。もう普通に、なんでしょう、ちょっと立って、うん、で、右肘か左肘か分かんないですけど、ちゃんと両方言うた。肘を出して立ってるって。マジ、はい、めっちゃおもろいやん見に行きたいねんけど、それ。だから僕もでも記憶がちょっとでもね、曖昧なんですよ。ああ。そのもう学校行ってないから。ちょっと検証しに行きたいですね、そのロケ。撮影したいぐらいやんか。その像だけでいい。誰やったん、それは。いや、わかんないです。わかんない。はい。わかんないねや。わかんないですよ、それ。まだあんのかな、それもわかんないですよ、もう。でもそういう、確かになんか像があったっていう記憶はあって、うん、噂でそれを聞いたっていうだけなんで、なるほど、ね、面白い、はい、これはね、俺は、まあ、みんなにはチラッて言ったことあるけど、はい、俺こういうのあれ嬉しない、その自分の母校に後からスターが生まれたみたいな、もともと知ってたは分かるけど、はいはい、それでも嬉しいけど、じゃなくて後にスターが母校、うん、自分の母校と一緒やったみたいな、ああ、それは嬉しい。俺前言ったやん。新しい学校のリーダーズの。ああ、そうだ。方、俺、小学校一緒やねん。ええー。そう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 。この間知って、普通にテンション上がったわ。それ嬉しいですね。嬉しない、はい、そういうの。親近感がね。親近感がすごくあるというか、はいはい、まあ、年齢で言ったら20も多分違うとは思うけど、はいはい、ちょっとなんか、嬉しい。嬉しいっていうのない？うんうんうん。あった？あります。リュウジとかないの？そういうの。母校ですね。母校ですね。母校で。母校とか。母校あるのかな？調べたことない？そういうの。なあ、うん、いいっすね。俺、テンダラーの白川さんも一緒やからね。へぇ、そう。それは中学校。小学校、中学校。へ、先輩。でも全然年齢離れてる。6個とか7個とか離れてるから。でも、一緒やったりする。いんのかな、誰か。僕、いますね。あ、いる。あのボクシングの、うん、京口、え、京口くん、え、京口くん、安武、うん、仲良しやで、あ、そうなんだ、はい、え、高校一緒やったと思います、肘知ってんじゃん、高校か中学かな、あ、中学か、高校一緒なんや、確か一緒やったと思います、これ別に言っていいやんなんですね、高校どこか、あ、いいです、いいです。ウィキペディアに載ってるんで。どこ？僕、和泉市の博多高校っていう。ややこしい。博多？博多高校っていう。あの博多じゃないよね。じゃないです。
公立？私立？公立です。へえ、一緒なんや。一緒です。高校。ちょっと今調べてます、ね。そういうのでも嬉しいよな、ほんまにな。うん。俺、大成高校ってね、ロケでも行ったけど、そこでも喋ったと思うけど、はい、読売ジャイアンツのピッチャードラフトで入ったりとか。そういうのすごいっすよね。うん。そういうのとかめちゃくちゃ嬉しいよな。ないですか？有事とかも。全然無理して探さんでもいいですよ。あ、そうだ、高校一緒ですね。博多高校。あ、本当？はい。京口さんもまたいつかね、コラボとかさせていただけたら。あ、そうですね。はい。京口ひろとくん。かっこええ名前やな。ひろと。もうこう、ろくでなしブルースに出てくる名前やな。そうですね。京口ひろと。はい。確かに。名字から名前までかっこいいですもんね。かっこええがな。はい。一回これ、あれ、常がまだ入る前じゃない？うんうん。コラボさせていただいてる。知らないで。あ、知らないです。え？あ、マジですか？出てんねんで、カジサクチャンネル。常ってさ、はい、ほんと、俺、これはまあ予測なんだけど、その動画見ないのは知ってたけど、はい、多分コメント欄も見てないでしょ？ほんと、ごめんなさい。うん、全く見てないことはないですけど、うん、そんな、多分、どちらかというと見てない方に入ると思います。いやいや、見てないでしょ。いや、一応僕、パーッと見てるんですよ、毎回。あ、見てんねん、はい。雰囲気ね。雰囲気。うん、わかるわかる。ただ、その一個一個こう、その、確かめて見るとかはしてないです。あっちは個人チャンネルは常のこれやりたかってんチャンネル。個人チャンネルの方も見てます、見てます。あ、そっちはちゃんと見てんねや。もうそっちは見てます。あ、もう言ってもまだそんなコメント数も、まだ少ないんで。うん、うん、うんうんうん。で、カジサクチャンネルめちゃくちゃコメント来るじゃないですか。ありがたいことだな。はい、でも、それは一応こう、バーッと目を通すように。この間の、トンボにドッキリしたやつのコメント欄が常大賞さんでも、常さん常さんってなってて、はい、で、昨日、うん、子供向けコンテンツになりました。まさかの。まさかの。もったいない。コメントが全部消えてしまう。何これ、たくさんいただいてるの。毎週毎週ね。そしてなんと、はい、それだけに限らず、はい、先日、はい、タカさんと枝豆さんが来た動画も子供向けコンテンツになりました。ありがとうございます。どうなってんの？子供チャンネルですね、もう。カジサクチャンネルは。いや、子供チャンネルというか、たけし軍団子供チャンネル。ちょっと最近ね、はい、多いですね。AI の体調が悪いそうです。うんうんうん、なんでなんだろう、マジで。そうなのよ。子供向けになっちゃったから、コメントがね、もう見れなくなっちゃって。なんかそのことについて、先週喋ったじゃないですか。あれね、違う動画のやつやな。はい、うん、で、なんか子供向けコンテンツはこういうことですよみたいなコメントも来てたんですけど、うん、それにも別に当てはまってないですよね。だから本当にちょっとやっぱり AI も体調あるんじゃない？体調？わかんないけど、その、うん、ちょっと誤作動じゃないけど、はいはいはい、おかしいやん。だってたけし軍団さんのさやつがさ、そうですね、もうこんなん言ったら申し訳ないけど、うん、おっさん中のおっさんやん。ザ、はい、なあ、そうですね。で、トンボのドッキリのやつだって子供要素ゼロ。ゼロ。ゼロ。うん。うん、っていう部分でね。なんでなんだろうな。ちょっとわからないんですけどね。そういう部分では常的にはちょっと残念。まあ多分そんなそこも見てないやろ。いやいやいや。ある程度は見てますよ。ある程度は見てる。はいはい。ショックやん。まあそうですね。じゃあそのさ、はい、じゃあだから、全然ショックそうじゃないの。だから引っかかんのよ。見てないんちゃうって。見てて、すいません、すいません。正直、うん、別に、ショックとかはないです。まあね、コメント欄が、うん、で、あ、そう、はい、うん。でも、だって、戻るでしょ、きっと。いや、戻りゃええけど、はい、でもなんか申請出したとて、うん、なんか、確かその前回ラジオで話したんかな、はい、その動画に関しては申請出しても戻ってないから。多分、いや、僕の勝手な想像ですけど、なんかそういうの毎回、ちょこちょこあるじゃないですか、うん、そういう誤作動って、うんうんうん。で、結局戻ってる、気がしてるんで、はいはいはい、な、戻るやろうなっていう、いずれな、はい、戻ればいいけどね、うん、もう何よりもせっかく売ってくれたさ、うん、あの常がすっごい称賛されてるコメントなんか多分1000件以上全然来てたから、はいはい、なんか申し訳ないなっていう部分があったりするからね、うん、あのまたちょっと異議申し立てになるのかな、はいはい、ちょっと申請出そうかなと思っております、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで、はい、またですね、次回の方もやりますんで、はい、質問やお悩み相談ございましたらですね、コメント欄の方にいただけると嬉しいです。はい、はい、というわけで以上、カジサクと安武と常とゆうじでした。ありがとうございました。ありがとうございました。